FX がなかった頃はこの夢があったんですよ、まだ、S、シリーズの中に,にのあったんですよ。うん、だけど、FX シリーズが出ちゃったからには、動画のそういった本格的な機能っていうのは、FX シリーズに搭載するっても決まってるわけですよ、これは。うん、あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファーアルと。皆さん、今回の企画はどうなのかな。 S4、ね、はどう思う俺もそう思うなよね、部長ともちょっと今日打ち合わせの時にちょっと話しましたけど、そうどうなのだから、S4 は、まあ、S シリーズのそもそも立ち位置が微妙になってきてて、昔さ、この S シリーズって、うん、いろんな役割をね、背負って登場したわけですよ、うん、ソニーの中から。スルで ととかでも撮れる上になんせ動画がすげえと、うん、この要はカメラなのにそのシール機なので動画がすげえっていう結構いろんなその重責を追って出てきたんですが、えー、今の最新の S3 が出たあたりから FX3 なんていうのが出てきてね、うん、え動画の特化した機能っていうのはその子は要はやってくれるようになったんですよ仕事としてね。うん、そうなってくると、まあ、仕事としてやってくれたってことはですね結局その。 アルファの S シリーズとしての役割がですね、うん、そこまで必要なくなってきてるんですよね、もう動画にね、振らなくてもいいくなっっちゃったんでそうですよ、で、えー、動画で結構ガチンコで撮りたい人っていうのは、今までは S3 を撮ってた、まあ、選択してたんですけども、FX3 の評判が非常によくてですね、えー、ガチでやるんだったらそっちを選ぶという形になってきちゃったんですよ。ファームウェアアップデートとか、向こう、頻繁にやってくれるし、ちょっとなんか、や,やってますね。 そうなので、そう思うと、ちょっと S の立ち位置っていうのが、少しソニーは考え直してるんじゃないかなというふうに思いますね、ただ、その青バッチね、いわゆるソニーの,あの S シリーズ、うん、センシティブのシリーズは、ブランドとしては上等なんで、ソニーがやめることはまずないと思います、うんうん、ただ、その役割分担として、まあ、どの仕事をさせようかなっていうのは、多分ソニーのマーケティングは相当考えてるはずです、これは。うん うん、今までの従来と同じやり方では多分 S は売れないです、多分そもそもたくさん出る機械じゃない上にえに、ー、結局そこで買ってた人たちのがもう FX シリーズで流れちゃってるんで、えー、買い直しっていうのは発生しにくいんじゃないかなというふうに思いますねおっしゃってる方もいますけど、S センサーって3台も出てるんですよ、E1 <laughs>、e ね、その通りです、FX そ、そう、そう使い回しって言い方悪いけど、<laughs> 選べるっねいい,いいんですよそうのに正解なんですよ <S S じゃなくソニ,ソニーは逆にその3つ出しちゃってるから1個の機種に何でもやれるような機種を作る人が全くないわけですよ。うん、3分割してるから、うん、要は何でもできるマルチな機械っていうのをやる必要が全くなくて、うん、結構そのパラメーターとしては特化した3つ選べばいいんで、うん、そこのところでやっぱり楽なんですよね、うん、そこっていうのは。うんうん、と思いますね。うん S3 の後継機で、S、ああ、それが要は ZVE1 です。うん、はい。はい、それが ZVE1 です。うん。そうそうです。そう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 。<laughs> ララさんが言ってますね。E1 があるから、それでもうクリアしてるんですよねそ。そうなんだよね。だから、じゃあ S 使ってた人は、うん、みんな好感度で YY ワイワイっ,って喜んでたんだけど、じゃあ、蓋を開けてみたら、その YY ワイワイよりも動画で使ってるって人が多分圧倒的に、もう俺も SNS 見ててもほぼ、 高感度でいいカメラだっていうより、まあ、部長はねスチルカメラマンが全般だから動画よりもどちらかというとそういう作品が非常に多かったけどもやっぱどう見てもみんな、はい、動画で動画をでみんなバンバン使ってるんですもんねで主戦場はそこなんですよそうな,っちゃなっちゃったんですもんねそういうふうにねそしたら FX 出してでけど a i f 詰めようこの野郎って言って E1 <laughs> 詰、e、んで。 だよね、うん、でだけど動画撮れなきゃスチルもまあスチルとまではいかないけどね撮れなきゃ困るよってなってうんだからどうやったってじゃあどんなどんな S3S4 だったらみんな納得するんだろうね。 だそれはやっぱり皆さんあれななんじゃないですかチャットの中で例えばじゃあスチルで使ってる S3 ユーザーの方は多分スチルの機能を上げてほしいでしょうし動画で使ってる方は多分動画の機能を上げてほしいっていうふうに考えるでしょうけどこ、うん、このとこってあの結局今あるんですよね,ね動画の方に関してはもうほぼ2機種あるんで、うん、FX3 と E1 っていうのが2機種あって、うん、で S3 はどっちかっていうとその辺のシリーズの一番最初に出た、うん、要は シルも取れるし、ね、ムービーも取れるよっていうところはあるんですけども、うん、やはり特化したところにやっぱり皆さん行っちゃってますよね、うん、例えば今その現象として起きてるのでよく似てるのが、えー、7:4のユーザーの方が、えー、R5 に移行するっていう形の方が結構見えになるんですあれっていうのは要は、えー、あの使い勝手 えー、で、より画素数があったらいいなとか、より AF が良かったらいいなって形で、あそこに移行していったりとか、あとはもしくは、セム4ユーザーの方が、例えば一気にアルファ1に行っちゃう方だっているわけで、ああやってやっぱりね、平均的な機能の機械っていうのは、そういったユーザーを要は分割させるためのなんかその、まあ、ハブじゃないですけどね、分岐点みたいな役割も結構あってね、S3 に関しては、動画っていうもの、要はアルファで撮る動画の分岐点の機械みたいに、 今考えればなっちゃったんじゃないかな。あの当時は特化してますよ。うん、だけど今さそこからさらに要は細分化していくとこがあるんで、うん、なんかそのムービーのそのベーシック儀みたいになっちゃってるんですよね。うん、全然違うんですよ出た当時は。うん、もっと特化してたんですけど今は S3 が平均的な要は、えー、性能になっちゃったっていうのが現状なんじゃないですかね。うーん。うん、と思いますけどね。うーんなんでまあそこでそのそういった意味ではだから アルファののシリーズの役割にに関しててて、うん、今一度ちょっっと考え直すっていう段階に来てるうん、うん、だからうん、うん、出してもさなんかみんななんか肩透かしな機種になりそうで怖いんだよねだ出してみたらなんでこんな機種なのかよみたいなことをちょっとユーザーが言いそうな恐れがある状態で出そうな気がする本当にね。今の S3 の今、えー、1型2型3型と要は、えー、順当にブラッシュアップして特に2から3はかなり上がったわけなんですけど、うん、ここの路線の中で。 正常進化した、うん、もうね多分それは望まれてない、うん、っていうふうに僕は思いますねだからうん、うん、ストレートに言っちゃうとさ 8K4K はいいんだけど 8K 取れるようになったらもうすでに S じゃないんだよねだからもうその,その時点でああもうもう,う1200万画素じゃあ無理ですからね <laughs> そうじゃあどこどういう形だったらみんな S4 納得するんだろうって思っちゃうんだよね ただねそれ望むものっていうのはね、うん、FX でしか実現できないとか、うん、あとは E シリーズ、うん、Z も E シリーズしか要は再現できないとか、うん、結構そう,うなんですよ、うん、今なんか内蔵 ND とか,かそういうのもう全部 FX だもんこれ完全に FX の仕事なんそう,そういうことなんだよねもうで FX がなかった頃はこの夢があったんですよ、まだ s シリーズの中にね。にあったんですよ。うん、だけど、FX シリーズが出ちゃったからには、動画のそういった本格的な機能っていうのは、FX シリーズに搭載するっていうの決まってるわけですよ、これは、うんうんで。よりコンパクトなものっていうのは、ZVE シリーズで実現するっていうふうになっちゃってるんですよね。うんうん、じゃあ、S3 どうなのって話なんですよ。ベーシックのところが結局 S, S に求めたのって結局みんな突飛な性能を求めたんですよ、うん、皆さん。で突飛な性能をそれぞれをさらにとんがらしたのが FX3 であったり E1 だったりするわけですよね。うん、で両方どっちが欲しい人っていうのはそっちに行っちゃってるんですよ。うん、でもさっきも言ったんですけども結局だから今本家の S3 の方が手薄になってるっていうか要はその。 みんなそこから旅立った <laughs> そうみんなあの本家の S3 から旅立ちましたねめでたしめでたしみたいな感じになってるのが今の現状なんでそこのところを要はまあほぼ空き家状態のところをいくらブラッシュアップしようと全く注目されないわけですよねあ<の>ちょっとね一時期の92から93の時の噂話を私たちもした時もちょっとそんな状態だったじゃないですか9の立ち位置がちょっとこう飛,び飛び立っちゃってアル α1 に行っちゃってて。だけど 今回また盛り上がってガス数がアップしてとりあえず α 1はとりあえず置いといてそういう形で α93 が出ればまあ復権じゃないけどあ,のある程度盛り返してでらにその後その上を行く α1 が期待できるみたいな話にまとまってきたじゃないですか話がねけど S はなかなかまた その次の段階に行くような話がちょっとこういろいろ噂話聞いててもピンとこないんだよねさっきの言ったクワッドベイヤーとかもクワッドベイヤー積む,、ね、積むとは思えないそのさっきのようにマルチで両方使えるような状態でうもうそしたらもうそんなカメラが出たら他のカメラに必要なくなっちゃうわけだからそんなの出すわけもないし多分できてないと思うしあとねやっぱりねもう1200万画素っていうその要は画素数がね、うん あのー、もう多分変えられないんじゃないかなと思うもういろんなものに。うまあい,い、ね、この高画素時代十,十分だよっていう人もいるよアルファホビー部もさんざん部長がね1200万画素平気だよっつってプリントアウトとかもしてましたけどけども数字,、うん、数字的にももうなかなか難しいものもあるしあのパンチもないし、うん、じゃあずっとじゃあ1200万画素に。 しがみついててもまあ言い方悪いけどよいいこともないし、まあ、次の段階に行かないとって思うけどじゃあ次が何かあるかって話ですよねだからねマーケティング的に絵面が悪すすぎますもうね1200万画素ねあまりにも絵面が悪いですそれはうん、うん、いくらそれが必要ないって言ってもやっぱり絵面はっていうか見た目が必要なんですそこは、うん、パッケージに書いてあるものっていうのはね、うん、大事なんですそこのとこっていうのはだそういった意味で言うともう他がどん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 画素数が上がってる中で S だけが 1200万画素ななんですね出た当時から変わってないんですよ、うんうん、いわゆるナンバリングオンリーのモデルいわゆるベーシックのところですねここだって2400から3300に変わったわけでみんな上がってるんですよね。その中で1200万画素っていう画素数のカメラが果たして許されるためには一体どれほどまでの,その要は、えー、スキルというかね特技が必要なのかと思うとね まあ、想像するだけでも恐ろしいなと思いますね。そんな商品を考えているのは大変だなというふうに思います。あの